い。じゃあまた次のスピーチに移りたいと思います。聞いてください。どうぞ。皆さんこんばんは。国際キリスト教大学4年生の山本さやかです。今日は皆さんに伝えたいことがあるんで聞いてください。よろしくお願いします。2013年12月6日特定秘密保護法が可決しました。そして今日12月10日施行されました。この法案について報道され始めた頃に私が抱いていた疑問は単純で、知ることができない社会になってしまったら一体どうなってしまうのだろうと思っていました。確かに国家に秘密は必要なのかもしれません。今公表することで悪用されてしまう恐れがある情報もきっとあるかもしれません。でも私たちの目から遠ざけるに値する情報が具体的に何であるのかは現行法の中でしっかり説明されていません。国民のための正しい政策立案だとか、そんな曖昧で薄っぺらい会議名分で説明責任を果たしていると勘違いしている政府に対して抱くのは強い不信感と危機感しかありません。あらゆる自由を保つ上で知るべき情報が隠された時、私たち自身の力で自らの命や生活を守る術は残されるのでしょうか。権力者が国民全体を統治する権利があると錯覚した時、私たち一人一人の批判的思考が鈍ることを意味します。本当の民主主義においては政府は決して主権を握ってはいけないんです。主権はあくまで私たち自身のものであり、私たちのためのものであるべきです。特定秘密保護法ではあらゆることが秘密になります。それが意味するのは、権力者の意向についてイエスかノーか自分の頭で判断する材料さえも奪われずということです。だから私はこの法律を絶対に許しません。この法が正義だと今の政府が考えているのならば、それは間違いです。使いようによってはいくらでも多くの人を傷つけ、一生消えない傷を残すことができます。はっきり言います、この法律は狂気です。秘密が明るみに出るのは最長60年間、日本が戦争していた時代から今に至るまでと同じくらい長い長い時間です。そして戦争直後に公表するべき情報を政府が焼却処分したことは、戦争を経験した先人たちの証言によって明らかになっています。私利私欲のために権力を振りかざす人々を到底信用するべきでないことは歴史が証明しています。この国が戦争をしていた頃、私たちのおじいちゃんおばあちゃん世代の人は戦争に行きました。たくさんの人が死にました。たくさんの人を殺しました。たくさんの人が殺されました。この国は戦争の加害者であれあり被害者でもあるという歴史を抱えています。でも日本の憲法には、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に増ずることを宣言するという一文が記されています。それが何のために書かれたのか、今の権力者は考えたことがあるのでしょうか。人の痛みを自分自身の心の痛みとして感じたことはあるのでしょうか。もし考えたのならば、こんな法律を到底容認できないはずです。憲法の解釈変更などできないはずです。集団的自衛権の容認などできないはずです。特定秘密保護法、憲法の解釈変更、集団的自衛権の容認、進行する監視国家化、すべてつながっています。自分には関係ないからどうでもいいと不都合な現実から目を背けて権力に連続した結果、気づいた時には戦争が始まっていたみたいなことになってしまうのではないでしょうか。警鐘を鳴らす人はどこにもいなくなってしまうのではないでしょうか。こういった危機感と恐れを私はずっと抱いています。今の社会やネットでは他国民に対する差別や狂信的な愛国主義、排斥主義的な言論が蔓延し、街を歩くとヘイトスピーチを声高に叫んでいる人たちも見かけます。メディアはそれを報道しません。こんなの絶対に変だ、胸クソ悪いと思います。ずっと思ってました。でも私は10月25日の渋谷デモに参加するまで具体的な行動は起こせませんでした。よくわからない漠然とした不安に戸惑っておろおろしているだけでした。本当は何そんなに熱くなっちゃってるんだバカみたい
と人に言われてしまうのが怖かったんです。笑われるのが恥ずかしかったんです。ほんのちょっと勇気を出して行動を起こすこと、時間がかかったけどようやくできました。思っていたよりもずっとずっと簡単でした。今では行動を起こせずに尻込みしていた過去の自分が恥ずかしくてなりません。そして実際に行動してみるとやっぱり笑われました。バカにされました。売国度とかもっとひどい言葉も言われたし、ヒロイックな気分に浸ってるのみたいなことも言われました。でもそれ以上に応援してくれる人がいました。あなたは間違ってない、頑張ってねって声をかけてくれる人がいました。何も言わずに肩を叩いたり握手してくれた人もいました。だから私は絶対に諦めません。そして今ではこう思います。何も行動を起こさずに現状を傍観し、行動を起こしている人は嘲笑う方がバカだと。だから今日は胸を張って言いたいことを主張します。みんな今を生きるのに必死なのかもしれません。仕事や日常に追われて政治のことなんて考える余裕がないのかもしれません。でもそれではダメだと思います。誰かが不都合な現実を変えてくれるのを待っているだけでは何も変わらないんです。私は戦争の加害者になることも被害者になることも拒否します。また私の家族や友人、いずれはできる子供たちや孫たちが無意味な争いに巻き込まれることも拒否します。そして無力なりに歯を食いしばって必死に行動し続ける人を嘲笑する側に回ることも拒否します。もう黙ってはいられません。この国は間違った方向に進もうとしています。安倍総理、そして秘密保護法の強行採決に踏み切った政府関係者の方々、知ってますか？この国は間違った方向へどんどん進んでいると私たちが感じ、今あらゆる覚悟を持ち必死に行動を起こしていることを、聞こえていますか？今日ここに集うあらゆる年代の人たちが思いを一つにして叫ぶ言葉が、また今この瞬間にも私たちが見えていないかのように足早に通り過ぎるスーツ姿の皆さん、いつまでそうしてるんですか？そして今日ここに集まっている皆さん、私たちにはまだおかしいことにノーという自由は許されてます。ならばどんどん声を上げていきましょう。そうしないと何も変わりません。私たちがやるんです。私たちがやらなきゃいけないんです。今を有効に使ってください。今日という日はもう二度と来ません。この場に立ち行動を起こしているという事実に誇りを持って強い心を持ち続けてください。胸を張ってください。覚悟を決めて行動を起こして、時には立ち止まりそうになっても、どんなにバカにされても顔を上げて前へ前へと進んでいきましょう。いつか私たちの子供や孫に誇れる国にするために、皆さん一度周囲を見回してください。そして今日の光景を心に刻みつけてください。今日家に帰った後も思い出してください。あなたは決して一人ではありません。だって今こんなにたくさんの仲間がいます。共に歩んでいきましょう。この先には必ず明るい未来が待っていると私は信じてます。2014年12月10日山本さやか、私は特定秘密保護法に反対します。イエーイ、ありがとうございます。じゃあコールいきたいと思います。秘密保護法を反対。特定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 秘密保護法を反対。民主主義ってなんだ？なんだ？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 民主主義はこれだ！これだ！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  Tell me what democracy looks like! This is what democracy looks like! Tell me what democracy looks like! This is